2人が喧嘩してるとするでしょ、ね、2人が喧嘩してるとする。で、ね、この具体的なエピソードを思い出す。で、この人のどんな表情を見たときにとかね、どんな言葉を聞いたときに自分の中でどんな思考が走ったり、どんな感情が生まれたりするんだろう。で、自分はどんな反応をするんだろう。で、そしたら今度こっち側にターンが移るわけですよね。で、こっち側はその自分を見たときに、自分の声を聞いたときにどんなことを感じるんだろう、どんなことを考えるんだろう、で、どんな行動を起こすんだろう、もしくは言ったりやったりしないけど、なんとなく振る舞いが変わるとかね、もしくは何も反応しないとか、そうするとそれを見てこっち側には何が起こるんだろう、で、これを解析していくわけです。そうするとどんなここで循環が起こってるとかとか、どんな応酬が起こってるかっていうことが分かります。そしたらそれのうちの1個どれかやめればいいんだろう、続かないように。たった1個でいいんですよ、実は。人間関係とか自分の内側もそうね。自分がなんか一人で先延ばししちゃうとかっていう時に、あ、もう山田君いなくて大丈夫よ、ね、パソコンに向かって仕事をしようとする、ね、パソコンに向かって仕事をしようとした時に何が自分の中で起こるんだろう、どんな気持ちになるだろう、どんなことを考えるんだろう、で、そうするとどんな行動を取るんだろう、もしくは取らなくなるんだろう。で、例えばね、なんか、あ、めんどくさいなと思うと、で、こんな気持ちになると、そうすると、あ、とかって思って何か、ね、別のページでも見始めると、で、そうするとどんな気持ちになる、うんね、で、あ、時間だと焦ると、その時にどんなことを考える、で、どんな気持ちになる、で、どんなことをするとかしない、で、そのことに気がついて、あ、こういう結果になってるんだって分かったら、どっかやめりゃいいんだもん、どっかで別の行動を差し込んじゃえばいいんだもん。気分が変わったり思考が変わったりするためにどっかで違う行動を差し込めばいい。で、実は人間ってね、認知が変わることでも変わるけど、行動が変わることでも変わるし、誰かが変わることでシステムの動きも変わっちゃうから、で、そのことが分かるようになったら、あ、ここを変えればいいんだとか、こういうことをやったらなんかいいループになるんじゃないかなとか、もうこの行動さえやめるって決めたら、ここのパターンにははまんないんじゃないかなとかっていうことが、実は現場検証することで分かってきちゃうことがいっぱいあるわけ。まあ、今後のクラスでそういう練習もしたりするけど、で、そういうことが応用できるようになると人が不要に苦しむねとか、ずっとね、どっかにね、なんか穴ぼこに落ちてるみたいな状態じゃないのよ。みんなで引きずり合ってんのよ。なんで喧嘩が存在するかって言ったらね、あなたが喧嘩してるからだよ。それはそうでしょ。で、なんでね、相手が抵抗するかって言ったら、あなたも抵抗してるからだよ。すごいね、一生懸命関わってくるのに抵抗するんですって。違うんだよ、宇宙空間には抵抗は存在しないんだよ。あなたが押してるから相手も押し返してくるの。で、あなたが別の手を打たないから相手は同じことを続けてくるんです。だ、自分もシステムの一部なので、そのことに気がついて、じゃあ現場で何が起こってるのか、どこにハサミを入れたらどう変わってくるのかっていうことを冷静に考えて行動を起こした時に、主体論につながるわけ。あ、なんだって、できることがあるんだと、変わるんだと。その時にもう一回イメージするわけ。どこに行きたいんだろうかと。で、観察に入るわけ。じゃあどこを変えたらもっとそこに行くんだろうか。で、試行錯誤でいいの、最初は。レコーディングダイエットと一緒だから、体重増えたり減ったり増えたり減ったりするのをずっと見てる、ね、観察しながら、あ、今2人の関係が10点になって8点になって7点になって6点になって5点になって、こう見てる。で、そこに対して、じゃあ何を変えたらどうなるのかなって実験してみる。そしたらだんだん精度の高い、こうしたらいい方に行くのが出てきちゃうんだもの。で、それを粘り強くやれるようにクライアントを支えて、クライアントが手応え感じながら、やれる、もっとやってみたいって気持ちが高まってきたら、クライアントは自分の内側の問題だろうか外側の問題だろうが解決できるようになっちゃう。だからね、私からしたらコーチングって簡単なんですよ。現場の中にヒントがある。で、1個の現場じゃなくて複数の現場がいっぱいある。で、関係のありそうなエピソードがどんどん自分の中に浮かんでくる。だから、ただそれを入ってみて大切なことを気がつく、入ってみてハマってるパターンに気がつく、入ってみてうまくいってる時のパターンに気がつく。さあどうする、何をやりたい、どうしたい、どうしたらどうなるだろう、じゃあやってみよう。で、実際やってみたら、想定内のこともある、想定外のこともある。想定外のことだったら、さあ、じゃあ、もっとどんな仮説を持ったらいいんだろう、そのために何を考えたらいいんだろう、で、新しい仮説作る、やってみよう。で、どっかでヒットした時にクライアントは、あれ、動かせると思うわけで、動かせるようになると動かしたくなるわけで、目的を何度も何度も意識してもらいながら、で、そこに向かっていろんな行動を起こしてみる。で、やれる感と、そして現実が変わっていくっていうのを体験してもらう、ね、なんか聞いてると簡単なように思えてくるね。簡単だと思ってた方がいいですよ。ねえ、ねえとか言ってね、簡単だと思ってるとね、やれるようになってくる。難しいと思ってると自分自身がやりにくくなってくるから、それだけのことかと。で、あとはなんかそのコツをつかむね。やることシンプルなの。でも自分の中で、あーってつながる日があるから。で、その日からはガーッといきます。そこまではあれって言われた通りにやってるのにおかしいなと思う。
その時に皆さんにね、ちょっとだけ私のことを信じてもらいたいんです。いやでも1500人もやってきてね、でああいうふうに断言してるんだから、なんかここにヒントがあるはずだと、もうちょっと工夫してやってみようと思った時に何かが変わり始めるよ。で自分ではやってるつもりだけど似て非なるものになってる可能性もあるから、だからうまくいった時といかない時を比較してみるとか、友達がやってることと自分がやってることを比較してみるとかってしながらヒントを見つけていくってことね。で、でも考え方はもう今日言ったようなことだし、で基本的な技術も、まあ、今日やったこと明日やることぐらいの中で、あこうすればコーチングってできるんだということがだんだん分かってきますから、あとは試行錯誤仮説検証ねということです。じゃあちょっと隣の人と感想ですよ、どうぞ。